続きまして、チーム代表としまして、横浜 DeNA ベイスターズ中畑清監督よりファンの皆様へご挨拶申し上げます。まずはドラゴンズファンの皆さん、1年間お疲れ様でした。野球界を盛り上げていただきまして、心から御礼を申し上げます。お疲れ様でした。そして我が DeNA ベイスターズ、今 VTR でご覧にいただいた通り、開幕そしてすぐ借金11、どうなるかと思いました。クライマックスなんて奇想くらいだと思いました。本当に力足らず、監督としてこれ以上次にも感じたことはありません。本当にこの1年間すいませんでした。ただ選手たちは本当にその苦しい中で頑張ってくれました。特に5月からの快進撃は私の中では奇跡かなと思うぐらいの活躍を続けてくれました。そして何よりもこの1年間で嬉しかったことは、この横浜スタジアムを毎試合のように満席にしてくれたファンの皆さん、ありがとうございます。今日で25試合です。満席がすごい数字です。ファンの目力が選手に力を与え、そして選手は成長し続けるんです。今年一番褒めてやってください。ジャイアンツにボムの戦いが起しております。優勝チームと五分の試合をしているんです。来季はこれを糧にし、自信に置き換えて皆さんの夢でもあります、私の夢でもあります、優勝というクライマックスよりまた優勝というこの世界に向かって全員で邁進してまいります。どうかファンの皆さん、25試合でしたけど30試合満席にしてください。そしたら必ず奇跡が起きます。皆さんと共に来季最高の秋にいっぱいやりましょう。ありがとうございました。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ファンの皆様、今シーズンの温かいご声援、誠にありがとうございました。この後は、照明と花火によるエレクトリカルファイヤーショー THE FINAL でお楽しみくださいませ。